じゃあ3レース1次予選2着で勝ち上がりました茨城の芦田達弘選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はまず中段からになりましたけども、うん、作戦はいかがでしょうか。1-2-3の形で入れば全突破で2周で、あと僕が仕事する、うん、で2番目のパターンとしてはロテリーグ3番が前取ったパターンの中段、まあ、切ったらその上叩くし、突っ張っても、まあ、どっちも選べる、中段でもその上でも選べる形だったので、まあ、そのパターンになった感じです。その通り渡辺選手が突っ張って、うん、であのジャナのところで使わず、まあ、一度切るのかなっていったところをそのまま先行する形になりましたけども、そうですね、ペース的には一回中段で休みたいところを自分で仕掛けていったので、調子の良さが伺えると思いますね。やっぱりその調子がいいっていうふうには吉田選手のことを聞いてはいたんですけども、実際追走していてどうでしたでしょうか。半端じゃなかったです。半端じゃない、もう完全にもうあれ以上僕がこう勇気に対してこうビタビタついてたらもっとここまでつまんなかったし、もうそれぐらいハイペースのペース先行なので、自分のもしこう相手ラインがこうまくってきた時にもう一回仕事できる足を残したかったので、ちょっと僕も自分もペースを踏んでっていう感じでしたね。まあ、結果僕も合わさられて最後直線で合わされてそうですね、そんな感じの強さでした。ご自身はもう最後はちょっと合わされたって言ってましたけど、ご自身の状態は今回地元記念でしたけどどうですか。そうですね、やっぱりちょっと初日はどうしてもこう力が入っちゃうところがあるので、まあ、この感覚が初日味わえれば、まあ、2日目3日目って調整しながら臨めてるかなとは思うんですけど、この後は自転車とかっていうのはもう体とかそういう気持ちの面を重点的にっていう感じですかね。そうですね、この高ぶった気持ちがこう切れないようにオンオフをしっかりやって、明日につなげていきたいなと思います。わかりました。では最後に、残りに酸素を抜けて意気込みをよろしくお願いします。はい、まだまだ頑張りたいと思うので精一杯応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。